はい、どうもこんにちは、キヨピーです。今日はこちら NV350 キャラバン、日産の働く車がキャラバン、こちらの方の顔面をちょっとプチカスタムしていきます。でやることはヘッドライトをから割りして、まあ、今回メインになると思うんですけど、ヘッドライトから割りしてインナーブラック化とグリルをマットブラックにします。とここのホグじゃないやデイライトなんですけども、黄ばんでるし割れてるしで、なんでもうこれは外したいと。で外してネットをつけて、ここのラインを黒で統一って感じですね。あとはフロントリップですねの取り付け、まあ、これがねなかなか苦労したんですよ。その様子がこちら。取り付けようと袋から出したんですけども、まあまあこっちはいいとして、これ分かります？このすっごいねじれてるんですよね。本来はよいしょ、この角度なんですけど開いちゃってるし、さらにえぐいのがこれ、もう形がね変わっちゃってるんですよね。まあちょっと補修しながら形を整えながらつけたいと思います。マジで合わない、やばいっすね。ここセンター合わしてもこんだけ隙間が空くんすよね。これはなかなか大変そうです。とりあえずピース止めして位置決めてみました。じゃあ炙って形変えていきます。だいぶいい感じになってきましたね。これぐらいやったらもう両面テープの力でくっついてくれそうです。いやー、それにしても最近暑いですね。そんな中ヒートガンの作業はなかなか地獄です。そうなんですよね、なかなかねこういうの保管の仕方が悪かったり、この時期あったかいんでホカホカした部屋にずっと形悪いまま置いているとそうなっちゃうんですよ。まあ、本来お仕事の依頼としてはテールゲートの板金やったんですよ。ただまあテール普通に塗るだけなんで、これはそんなに面白くないと思うんで、今回はフロントのプチカスタムの動画をお送りしたいと思います。あとホグランプとかそのあたりもですね、 LED バルブに交換したり、あとホーンを交換したりとちょこちょこした作業があるんで、グリルヘッドライトフロントバンパーをバラしていきます。5分ぐらい温めました。じゃあ熱々なんで割っていきましょう。なんとか割れました。ですね、気温が高いせいか意外とブチルが綺麗にほぼほぼこっちにくっついて、こっちはもうほぼすっからかんすね。
はい、空割り完了です。でめくる際にちょっとこれ硬いなっていう時は追加でヒートガンでその局部的に温めてあげるといいと思います。マスキングが完了しました。こんな感じですね。こっちはまだやってないんですけど、こんな風に被る形になります。フロントリップももうすでにサフが入りましたんで、これですぐ濡れる状態です。あとはですね、このグリル、まだねちょっと足付けしてないんですけど、あのネットを作りました。普通にね市販のネットから切り出して、ペタッと貼るだけじゃ面白くないので、このここの下の面かなの面になるぐらいまで、あの押して肩をつけてでやってます。ちょっと歪んでるのをこれから修正して、接着剤でつけたいと思います。こっちも同じですね。ちょっとポコッと出るように、のっぺりならないかなと思ってやりました。まあ変なこだわりです。あ、これも足付けして塗る準備しましょう。ですぐつけれるようにホーンとかも、配線引き直して細々した配線ですね。ちょっと手直しがあったんでその辺もして取り付けのできる状態にしてます。さあそれではこれから、まあ、残りこっちマスキングして塗っていきたいと思います。はい、それではこれから、つや消しのクリアを塗っていきます。つや消しは基本的に磨いたりすることができないので、ゴミがついたらおしまいです。なので細心の注意を払って塗装します。結構ね、缶スプレーのつや消しってこうお手軽なイメージが定着してるのか、結構ねつや消しイコール簡単みたいなイメージがあるんですけど、実は普通に塗装するよりめちゃくちゃ緊張します。はい、ということでじゃあ早速やっていきます。
はい、じゃあ今度はレンズ取り付けていくんですが、その前に中をきれいにしたいと思います。で、クリーンビュー。このね、古臭いデザインなんですけどね、これなかなかいいんすよ。はい、じゃあレンズの中がきれいになったので、あれをこっちに組んでここに装着したいと思います。で、見ての通りブチルがぐるっと綺麗に残ってくれたので、もう今回はこのまま入れようと思います。で、もし入れた際にちょっとずれて足りなかったら、上からもう一度追い打ちをするっていう形を取りたいと思います。今日ネットとか見てると、やっぱ普通の変性シリコン、こちらを入れる方は多いと思うんですけど、まあ二度と開けないっていうならいいと思うんですけどね、これ入れちゃうとやっぱ経年劣化するんですよ。一応変性とは書いてあるんですけど、柔軟性あるんですけど、なんだかんだでやっぱ劣化しちゃうんで、その点ね、ブチルは劣化が少ない、あくまで少ないですけど、一応気温の変化とかでもすごい追従してくれるんで、やっぱね、戻すんだったらこっちのホームセンターとかでよく安く売ってるのシーラントよりかはブチル入れてあげた方がいいと思います。はい、ということでなんとか取り付け完了しました。当初はね、ここ1センチぐらいの隙間があったんですけど、まあ今はぴったりくっついてくれました。で、ちょっと心配だったここの面も、なんだかんだで前を綺麗に補正したら、ここもぴったり合うようになりましたね。形さえ変形してなかったらかなり優秀な車外のフロントリップだと思います。で、グリルはこんな感じになってます。結構悪い感じに見えますよね。中も黒くして、フォグランプじゃないや、デイライトもメッシュにしました。よく見るとこうちゃんと押し出しになってます。
はい、じゃあこれであとはナンバーつけて終了です。はい、ということで完了しました。まあ一応メインがブラックアウトってことでヘッドライトの方やっていったんですけども、正直フロントリップの方が大変でしたね。まあまあでも綺麗にできたんで良かったです。そうですね、あとはちょこちょこ LED にも交換したんで、当初よりちょっといい感じにカスタムされたと思います。黒を画面に入れるだけで結構いかつく見えますかね見えますよね。はい、なんか悪い感じになったと思います。本当はこの車外のヘッドライトを入れる予定だったんですけど、ちょっとそっちの方が H4 バルブで車外品っていうのが今なぜか市場になくて、で HID 用純正の HID は一応それがあるんですよね。でそれを装着したかったらしいんですけど、ちょっとまあないっていうことで今回は純正をこうやってカスタムしました。ということで今回は、キャラバン LV350 の画面の内カスタムの様子でした。どうもご視聴ありがとうございました。バイバイ。